双子散歩です。今回2人で新大久保を訪れました。気になるお店があったので、今回はこちらでランチをしようと思います。週末は10時半オープンということで、人気がありそうなので2人で朝食抜きで張り切ってきましたよ。なんだか店内はすっごくおしゃれで洗練されたイメージです。とても韓国料理のお店には見えないですね。でもメニューを開けるとこんな風にしっかりと韓国料理のメニューです。看板メニューはやっぱりチキンなのかな。いろいろ食べてみたいけど、やっぱりブレることなく目的のものをオーダーしようと思います。これはちょっと珍しいパスタを揚げて塩をまぶしたものなんですって。待ち時間にこちらを食べておしゃべりしながら待っていようと思います。そうそう、目的のランチメニューは週末はやってなくて平日のみでした。残念でした。でも単品をオーダーしました。楽しみです。はい、チキンと色鮮やかな野菜です。こちらをいただきたいと思います。ソースも3種類です。薄めの大根に包んで食べてみたいと思います。いただきます。こちらのチキンを食べたかった理由は、とってもヘルシーなんです。油で揚げてないから香ばしくてすっごく美味しかったです。こんなにたくさん食べられるかななんて思ってたんですけど、周りの人たちはビールを飲みながら食べてました。私たちは飲めないのでお水なんですけど、どんどん進みました。こちらのチキンは全然重たくないので結構進んでいきますね。とにかくこちらのチキンは油を使わずにオーブンで焼き上げているので、皮もバリバリでジューシーなんですけどヘルシーなんですよね。週末だったので単品メニューで2人分からだったんですけど、平日は定食のランチメニューになるようです。1人分から OK だそうです。こちらの大根は甘酢漬けになってました。なんか味がついてるなと思ってたんですよね。巻いて食べるのもよし、チキンだけでもよし、ソースも3種類あるのですごく楽しめます。新大久保ってちょっと来ないと新しいお店がどんどんできていてついていけないなと思ったりしています。でもここにあったお気に入りのお店はどこに行っちゃったんだろうって思うくらいなくなってるお店もあって、ちょっと残念な思いもしますね。でもどんどんおしゃれなお店とか変わったメニューのお店とかあるので、またぜひいろいろ試してみたいと思います。こちらのお店は平日なら定食のランチをいただけます。また来たいと思います。今にも雨が降りそうだなと思ってた時に見つけたカフェです。なんだかリゾートのカフェみたいな雰囲気ですね。入ってみたいと思います。豪華なシャンデリアが目に留まりました。真ん中に広いカウンターがありました。かわいいディスプレイもありますね。
そしてこちらをいただきます。写真は特別なかったんですけど、想像していたかき氷とビジュアルが違っていまして、シナモンがかなりへこんでました。もりもりの氷をイメージしてたんですけど、何風なのかな。お味の方は小豆と練乳で、最強の組み合わせだから間違いなかったです。こちらのカフェはテラス席のみなので、2階の韓国料理のお店に座ってもいいそうです。雨が止むまで長居してしまいました。そして3軒目です。こちらのカフェは前からとっても来たかったんです。偶然見つけました。1階席と2階席があって、思っていたより広いです。可愛い席がいろいろあって、どこに座ろうかなって迷ってしまいます。こちらの看板メニューの煙突パンをオーダーしました。先に1階でオーダーするんですけど、このオーダーごとに焼き上げるので、提供まで少し時間がかかります。煙突パンには手袋を用意していただいてるんですけど、どういうわけか5本指じゃなくて3本指の手袋なんですよね。これがうまくできなかった。そしてね、思っていたより硬くて、なかなかうまくできないんです。不器用ですよね。お、シナモンがやっとできた。一度成功するとスルスルですね。生地はほかほかで、チョコスプレーがベタベタになって、もう手袋しないと手が汚れてしまうんですけど、かなり美味しいです。妹のシナモンは食べるのも上手になってきましたけど、姉のチャイはちょっと下手ですね。食べ方にもコツがあります。でも本当これ美味しいです。指が大変なことになっています。これは汚れますのでお気をつけください。中指、人差し指、親指の3本の指を入れるとうまくいくかもしれません。コーヒーはたっぷり入っていて、甘い煙突パンととっても合いました。そして煙突パンに合うアルコールもメニューにありましたよ。煙突パンは9種類あるので、全部食べてみたくなりました。こちらもかなりおすすめです。今回の双子散歩は新大久保でした。双子散歩、応援よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。